9月29日の、金曜日なので、また金曜日の、誰も聞いてないやつを喋ります。今週は何があったかというと、そんなに何もなかった。まあ、何もなかったですね。まあでもちょっといろんな準備とか準備してまして、準備っていうのは、コミケの準備ですね。12月に、まあ、当選のするかどうか、サークルとして当選するかどうかが決まるのは11月の10日の金曜日で、当選したら12月30日の土曜日に、またサークルとして参加をすることになるんですけど、ちょっとまあそれに先立って、まあ、当選するかしないかは別としても、本を作るのは準備をして、で、まあ、もし当選できなかったとしても、例えば別のとこ、来年のコミティアとかに、出ようかなっていうことをちょっと考えてるとこです。で、割と、そのコミケ用の原稿をちょっと書いたりとか、っていうのはしてますね。であとは、今週末は、明日、全日本模型ホビーショーっていうのが東京ビッグサイトで行われて、それを見に行ってきます。まあ、プラモデルとか、模型とかの展覧会というか、要は各メーカーさんが出るような、展覧会ですね。多分、まあ、名前に模型って書いてある通り、多分フィギュアとかよりも、本当にプラモデルとか、そちらのメーカーさんが多く出る。ところですね。まあ、タミヤとかバンダイとか、まあ、他にも、例えば、青島とか長谷川とか、まあ、名だたるメーカーさんいろいろありますけど、が出展される。で、まあ、あと他に、その、バンダイのブースで、今、今年、ついこの間までアニメやってた、シンジュラリティノワールっていう、アニメの、トークショー。まあ、これは、アニメだけじゃなくて、まあ、プラモデルもバンダイから出るし、あと、アプリがね、出る予定もあるので、まあ、いろんなプロジェクトがあるんですけど、シンギュアリティの、トークショーがあったりとか、あと、まあ、声優さんが、ブースで、キャラクターのコスチュームで、まあ、ブースにいらっしゃったりとかいろいろあるので、ちょっとそのあたりも見に行きたいなと思って、行きます。まあ、プラモデルも最近ちょっと興味があっていうか、まあ、そんなになんかすごいいっぱい作ってるわけじゃないけど、まあ、プラモデル見るのはちょっといろいろ興味があるので、見に行ってこようかなっていうふうに思っています。で、それが明日の予定で、で、あさっては、朗読劇を、聞きに行きます。これが、アニメにもなった、転生王女と天才霊嬢の魔法革命っていう、作品があって、この朗読劇が、公演としては30、31で行われるのかな。で、私は、30日の夜、あ、ごめんなさい、1日、10月1日の夜の、会を、聞きに行きます。これがね、出演するのはアニメで、その、キャラクターにしたキャストさんと同じ方々で、脚本は多分オリジナルなのかな。特にそのアニメーションのもう一度場面をっていうことじゃなくて、多分オリジナル脚本なんだと思います。で、場所は、草月ホールですね。赤坂の草月ホール。結構もうね、伝統的なホールですよね。私も行くのは初めてかな。多分。場所はもちろん知ってるし、いろんなね、公演が、行われるのは知ってるんですけど、まあ、ここでそうか、ここで、朗読劇聞けるんだっていうのは結構ちょっと楽しみにしてますね。
そんなとこかな。そう、まあ、あの、なんか、もう、現地のチケットは、まあ、売り切れらしいんですけど、あの、配信はあるみたいなんで、気になる人は、まあ、アニメ見てたっていう人も、あと、まあ、出演される声優さんに興味あるっていう人も、あの、ちょっと調べてみるといいんじゃないかなというふうに思います。っていうような感じかな。うん。で、あとは、割といろんな準備をしている時期でした、今週は。10月、来週か。来週の金曜日に平日なんですけど、一個ちょっともうコンサートを聞きに行くことにするっていう、もう結構今の仕事についてから結構珍しいことをやります。なんでかっていうと、外国から来る、バンドっていうか、そのバンドのコンサートがあって、それがちょっと聞きに行きたいなと思ってるんですよね。これがムノツルブラスっていうバンドがいて、これどこだったかな、オーストリアですね、ウィーンの、まあ、管楽器のアンサンブルなんですよ。で、私何年前だっけな、10年、もしかしたらもう10年ぐらい、まあ、10年までいかないかもしれないけど、結構前にもう来日したことがあって、それをね、気に入ってるんですよ。で、これが、だからその、まあ、管楽器の演奏は演奏でもちろんするんですけど、その、トランペットとかトロンボーンとかね、サックスとかするんですけど、結構ね、要は超絶技巧の、要はテクニックがすごくあるんだけど、ものすごく面白いことをやるんですよね。パロディだったりとか、なんだっけな、前に見たときは確か、一人のトロンボーンの奏者の人を、その、他のメンバーがみんな持ち上げて、で、その、トロンボーンを、その、なんていうの、手と足で拭くっていうの、その、手と足で拭いて、しかも両方の手と足で持つっていうのが、そういうパフォーマンスだったりするんですよ。だその、要は足で、その、トロンボーンって前後にこう伸ばすじゃないですか。あれは足で伸ばして、で、指のところは普通通り指でやるっていうようなとかね、なんかそういう、結構面白い、ことをやる、楽団で、そう、昔クラシック、今よりもさらにクラシックかなりコンサート行ってた時期もあったので、その頃に、行った時にすごく面白かったんで、で、結構何年ぶりかなんじゃないかな、来日するの。だってもともとコロナの時にね、やっぱり来れないとかっていうこともあったから、で、そんな状態だったんで、やっぱこれはちょっと行かないとっていう、なんかほら、そういうのって、例えば今年来て、来年来るかどうかって分かんないじゃないですか。ね、もう来年、また来日するのかどうかとかもわかんないし、やっぱここは聞いとかないとなって。本当はね、土日にコンサートやってくれると一番嬉しいんだけど、まあなかなかその辺は兼ね合いもあるから、うん、まあ行ける時に行こうと思って、行きます。とか、あと、12月にですね、名古屋に行くことになりました。急ですけどとか、突然って感じなんですけど、12月に声優さんの渡辺美咲さんと遠野ひかるさんっていう、まあ、いろんな作品でも共演している方々いるんですけど、その二人が名古屋でイベントをやるっていうので、まあ、行こうと思って、もう、名古屋って確かにね、ちょっと行きたいなと思ってたんですよ。何回かね行ってるんですけど、一番初め行ったのは、愛知九博の時。愛知の万博の時に、万博に行ってるんですよ。で、その後ね、だいたい10年ぐらい前に、ソフテロっていうシンガーソングライターの方の、まあ、一人バンドっていうか、まあ、一人ユニットみたいなのが、いらっしゃって、で、彼が
その人が名古屋出身で、で、名古屋でライブをやるっていうので、気に入って、それに合わせても、まあ、いろんなとこ観光して、一泊二日してきたとかってあったんですけど、割と、あそこですね、大須の商店街とかね、ものすごいでかい商店街があったりとか、っていうのも気になってるし、まあ今、名古屋駅の周りがどんな感じになってるのかとかも見てみたいなと思ったし、日帰りですけど行ってきます。まあ日帰りでも大丈夫かな。名古屋だったら東京から新幹線で1時間半で行けるから、割と、遊びに行くとするといいと思うんですよね。東京からだと、多分名古屋も1時間半だし、仙台とかも1時間半ぐらいで行けるんですよね。だから仙台も昔日帰りで行ったことありますね。そう。だから大阪になると、やっぱり2時間半。名古屋から大阪って新幹線で1時間だから、2時間半って、2時間半になるとちょっと、結構早くに行って、帰りも早めに考えなきゃとかね。なるけど、1時間半って割と絶妙かなと思って。で、あと、まあ、名古屋の大須にあるパソコン屋さんで、前から、何年前ぐらいなんだろう。前に行った時にはね、まだお店は確かなかったのかな。で、今ある、パウさんっていう、パソコンとかいろんなパーツとかを販売してるお店にも行ってみたいなと思って。通販ではいろいろ購入させてもらってるんですけど、実際にお店に行ったことはないので、行きたいなとかね。そんなことをいろいろ予定を立てたりしてます。ちょっと我ながらかなり詰め込んでるかなとは思うんですけど、で、最近思ってるのはでも、なんかやりたいことやらないでどうすんだという気にですね、久々になりましたね。だから、まあ、割とここ、まあ、コロナの時期に、まあ、いろんなことはなかなかうまくいかなかった、できない、外出はできないとかね、うまくいかなかったりとか、あとはその後、ちょっと私は個人的に仕事でちょっと体の具合が悪くなったりとか、いろいろあって、割とあんまりこう、ちょっと、アクティブじゃなかったんですけど、今思うのは、そういう経験をしたからこそ、なんか、仕事のせいでやりたいことやらないって、なんか、嫌だなっていう。何のために働いてるかって、人によりますけど、私は遊ぶために働きたいなと思うので、そういうことを諸々考えて、ちょっとやりたいこととか行きたい場所にはなるべく行こうということを思うようになりました。まあ、この話長くなるから これ今日のその誰も聞いてないものとしてはここで終わりにして、ちょっとまた改めて、喋ろうかなと思います。もう13分を超えたので、ちょっとそろそろ長いので、とりあえず、そんな感じ。今週末は、まあ、土日出かけるし、来週あれですね、コンサート行くので、多分これ、わかんない。土曜日中に収録するのか、土曜日中じゃないか、金曜日中に収録するのか、土曜日に会ってから収録するのかわかんないですけど、まあ、収録はします。誰も聞いてないけど。というのが、今週の締めですかね。それじゃあ、また。